My heart's been ripped wide open. So many... おはようございます、りょうかです。今日は久しぶりに Get Ready With Me をね、撮ろうと思います。やっぱお香を焚いてるからさ、煙が入ってくるかも。はい、ではやっていきます。最近の下地はこちらのクレドポーボーテのクレーム UV を使ってます。これはね、展示会の時にね、いつもポップアップに来てくださるファンの方にいただいたんですけど、めっちゃ良くて、すっごい良くて、毎日使ってます。最近さ、周りの女友達が結構同棲してた子とかが別れて一人暮らしする人が結構多くて、そう、私も一人暮らし歴めっちゃ、もう大学1年の頃からずっと一人暮らしでやってきたから、もう今の家でもう何個目だろうってくらいめっちゃ引っ越してるんですけど、そう、今は2人なんだけどね。やっぱ女の子の一人暮らしって危険だなって思って、家探しとかやっぱ結構苦労するじゃないですか。それでさ、すごい私の昔のことすごい思い出して、ちょっと話したいんだけど、私すごい体質的になのか変質者にめっちゃ合うのね。遭遇率えぐくて、ちょっと、はい、次。ファンデはバイユアのフルカバーマットクッション21ナチュラルベージュを使います。いつもシャネル の, クッションファンデをリピートで最近買ったんだけど、これも気になっててちょっと買ったんで、動画で撮ったことないからご紹介しようかなと思います。結構マットで結構しっかりマット目で、結構カバー力がシャネルとかよりはあるで、変質者にめっちゃ合うのね。だから本当一人暮らしは危険だなと心底身に染みてるわけなんですけどマジで私のこの変質者遭遇エピソード、なんか昔からさ、小学校の時とか中学校の時にさ、なんか変質者が出てるんで帰り気をつけましょうみたいなあるじゃん、下半身を露出した男性がみたいな学校で言われるじゃん、気をつけてくださいねって時、大体会うのよ、大体会うんですよ。なんやろあれっていう大体私の帰る道にいるんだよね、多くて。なんか最初の家、最初大学 1,2 年の時に住んでた、本当大学の真隣のマンションに住んでたんだけど、時とかもなんか近くのコンビニにファミマに行ってて、でなんか入る時に目の前になんかベンツで駐車場止まってて、男の人がで、なんか外でタバコ吸ってて、でなんかこう、あ、この人なんかちょっとって心の中で思ったんだよね、なんか違和感が。でファミマから出て家までマジで徒歩1分もないぐらいのめっちゃ近いファミマだったんだけど、で家までちょっと結構ササササササって歩いて帰ってたら、後ろからすごい音でウィーンってベンツが来て、で私のマンション大学生ばっかだったから車止まってなくて、駐車場に、でオートロックだったんだけど、もうオートロックのドアまでめっちゃ走って、そしたらベンツがキキーって横付けしてきて、車の中からめっちゃこっち見てんので、私も焦ってとりあえず鍵開けて、でもオートロックってさ、なんかシューってこう閉まるまでに時間あるから、もうそれが怖くて怖くて、後ろ向いてエレベーターまで行くことできなくて、どうしようと思って、その時考えついたのが本当天才で、オートロックが閉まるまでそのやつの向こうもこっち見てんの、ずっと。でだから電話全然してないんだけど、携帯持ってこうなんか電話してる風にしてガン見するっていう戦法をとって、まあ、結果的に被害には遭わず帰れたんですけど、まあある意味その後めっちゃ怒られたね、なんかなんで家に帰ったのみたいな、だってコンビニ
なんかやばいって思ったらコンビニに入ろうって思ってるんだけど、コンビニを出て追いかけられるってどこ行ったらいいんやってなって分からなくて、その時なので家に帰ったんで、いやいや危なすぎでしょってめっちゃ言われたんだけど、そう秒で家特定されるっていうねそうで、コンシーラーをは最近こちらのエトボスを使っております。ちょっと汚れてる。そうで、次の家は次3年ぐらいの時に仕事でずっともう博多行ってたから、博多に住もうと思って博多に引っ越したんですよ。でその時になんかその自分の中のなんて言うんだろう、床の色とかドアの色とか広さとなんかもろもろ気に入るところが1階しか空いてないところで、でもなんかその1階とはいえ結構ベランダも高くて人がこうジャンプして乗れないようなところだったんですよ。まあ、ちょっとこうどっかに自転車のサドルとかに足かければ乗れるけどみたいな、若干高めの1階だったんで、まあ、これならいいかと思ってそこに住んだんですよ。そう、そしたらマジでこちらスックのパウダーを使います。それで1階だったんだけど、なんかこうオートロック入って突き当たりを突き当たなんかもうなんて言うんだろう、オートロック入って通路があるんだけど左手にドアがあるみたいな、だからオートロックの外から見たら左の家に入ったんだなって分かるみたいな家だったんですよね。だけどだから私はすっごい気をつけてて絶対に周囲に人がいない子を見て入るみたいなしてたんですよ家に。で誰かが例えばチャリとかが通ったら一回オートロック入って右にあるポストみたいな、ポストが結構あるとこあるじゃないですか、そこでちょっと一旦待機して誰もいないなって分かって戻るみたいな家にっていうのをずっとしてて、でその時もなんかこうもうもはや変質者に会いすぎてこの人やばいっていうのが分かるんですよ、兆候がやばい。で右後ろから家入ろうとしたらチャリでこう来て、あなんかこの人やばいかもってふと思って、その時ポストにこう隠れたんですよ同じように。でポストとか開けたりすると何号室って分かっちゃうから何もせずに待ってて、お行ったかな、音もしないしもうさすがに行ったよねと思ってタタタタってこう戻って家をこう開けようとしてパッて見たら、オートロックのそのドアの向こうからこうやってなんかチャリ乗ったままこうやって乗り出してこうやって見てきてて、イーってなって怖すぎる怖すぎるマジで。その時は焦ってさすがにもう家バレてるし家入ったんですけど、マジで1階は気をつけた方がいいなと思ったその時。しかも私なんかその時前付き合ってた彼氏と別れた後、なんかその別れた彼氏がずっとなんか家のベランダになんか謎のプレゼントを置いてくるっていうのがすごくて、で私は会いたくないからあれだったんだけど、ちょっとなんか明るすぎん自分の顔なんか明るさ、LINE でなんかプレゼントを渡したいみたいなの来て、でいや全然会いたくないと思ってシカトしてたんですよ。でちょっと嫌な予感がしたから家の電気も全部消して隠れてたのね、布団の中に、お布団の中に。でそしたらピーンポーンってなってそーっと見に行ったら元カレだったので、知らん、イルス使って待ってたんですよ。そしたらベランダでガサ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 って音がして、で怖っと思って、そしたら LINE でなんかプレゼント置いてから見てほしいベランダにみたいな書いて連絡来て、え怖いと思ってそのままイルスで取りにも行かなかったんですよ。これワンチャン待ってんじゃねと思って、で10分ぐらい、もう10分、ほんと10分ぐらい、体感20分ぐらいだけど10分ぐらいして待ってたらまたピーンポーンってなったんですよ。だから待ってたのやっぱ10分間ずっと外で私が出てくるのプレゼントを取りに、だから怖すぎて、まあ、別にそんな悪い人じゃないんだけど、まあ冷静に考えてまあ分かんないし何が起きるか怖いじゃん、だから、まあ、ごめんなさいと思って普通に仕方したんだけど、ね、やっぱ一回やめた方がいいなと本当に思いました。でも東京とかってさ、東京とかってやっぱ2階以上超埋まってるから結構やっぱいい家とか探しても1階が空いてること多くて1階にやむを得ず住んでる人も多いと思うんだよね。でもやっぱ怖いから
マジで大変だなと思う。なんかね、ベンツ恐怖症なんですけどマジでベンツに追いかけ回されすぎてマジでベンツ恐怖症なの。こちらアディクションのチークのザ・ブラッシュパール 011P を使います。もうね、ベンツが後ろから来た時に嫌な予感するなって思ったら、大体東京来た時もそうだったんだけど、東京来た時もね、なんか最初の家に住んでた時もなんか結構信号が全くない、めっちゃ車がなんかこう田舎道で信号が全然なくて、まあ、誰も車止まることなんてないみたいなとこ、みんな結構飛ばす道路があって、そこを歩いて帰ってたら、ゆーってこうベンツが後ろパッて見たらベンツで嫌な予感がして、でうわこれベンツかやばいかもしれないって思ったんですよ。そしたらもう家の、その私を通り過ぎた途端キーって止まって、信号も何もないのに、もうこれはやばいと思って逆走して走って隠れて茂みに見てたら、中から男の人が2人ぐらいでキョロ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 みたいなしてて、マジでよかった気づいてと思ってだからめっちゃベンツ警戒してる。ベンツを持ってる人ごめんなさいちょっとね、高確率で会いすぎてベンツに乗ったちょっと嫌な人に、恐怖症なんですけど、でも将来ベンツ欲しいなとは思いつつも恐怖症ハイライトはローラメルシエのハイライト使います。ちょっと使用感満載なんですけど、こちらのハイライトを使います。もうね、もうやばくて、なんか大学時代そのもうありえないでしょっていうようなことがいっぱい起きるんですよなんか大学時代電車乗ってたら、なんか福岡って結構そのなんかさ、2人ずつのこう2人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 みたいな電車が多くて、こう1本でみんな横一列に並び座りましょうみたいな席じゃなくて、2人ずつの席が多くて、で最後の端っこだけ4人席みたいな電車なんですよ。で私2人席に乗ってた時に、窓際にね、斜め前の4人席に座ってるこっち向いてるおじさんと目が合って、でなんかこのおじさんやばそうと思ってたら、まさかの真横に急に乗ってきて、移動してきて、でご自身 の、 あの下半身を露出し、目の前で隣で触り出すっていう事件本当にそんなことあるってぐらい、もうなんか私笑いそうになって、もはや変質者にありすぎて、なんかなんか 笑うんやけどみたいな、何してんのと思って、その時なんか普通に腹立って、なんか思いっきりバーンってこう足音鳴らして立って席移動したんですけど、なんか今思ったら他の被害者がやっぱ出ちゃうから、ちゃんとなんか言えばよかったって思うけど、でもなんかその時ってやっぱ痴漢ですって言いにくいというか、まあ、なんかその現象ってさすがに痴漢なんだけど、勇気を持って言えなかったなって思うから、やっぱ怖いよね。みんななかなか言えない人がやっぱ多いよなって思うし、自分も言えなかったなって思う、今になってね思うと。その時はもう自分が逃げ出したいっていう気持ちの方が強かったから、怖くて逃げたんだけど。大まかなメイク、ベースメイクは完成。ここから眉毛を描いていきます。大好きなタリーズのロイヤルミルクティーが Uber で届きました。眉毛は最近はね、こちらのね、こんな感じのシュウエムラのブローシェーダーウォームっていうやつを使ってます。これめちゃくちゃ、これに付属のこのブラシがめっちゃ眉毛描きやすくて、何かと合いすぎてね、私本当に男性恐怖症っていうレベルで、なんかあんまり、なんかなんて言うんだろう、あんまり男嫌いになっちゃったというか、普通に男友達とかめっちゃいるし、普通に仲良くもするんだけど、なんかそんなになんかこうなんて言うんだろうね、なんか男嫌い、悪く言ったら、すっごく悪い言い方したら男嫌いなんですよね多分。福岡でモデルしてて、で事務所辞めるってなった時に、そのまあ東京来る前ね、辞めたんですよね、辞めようと思って、でバイト探さなきゃなと思って、でその時になんかコールセンターのバイトしようって思ったんですよ。結構周りの友達やってる子多くて、で
やろうと思ってなんか派遣会社みたいな面接みたいな行って、なんかそこでパソコンになんか電話番号とか住所とか名前とか書き込まなきゃいけなくて、でまあなんか面接官みたいな人と話してっていう感じだったんですよ。でもその時になんか面接官の人になんか、この辺住んでるんですねみたいな、あそうですみたいな話をしてて、なんか僕もこの辺なんですよみたいな、飲み行きたいですねって言われて、わっって感じじゃん、はって思って、全然行きたくないけどこっちはって思いながらも、まあ面接官だし、ああそうですねみたいな感じで流したんだよね。で流し、まあ普通に社交辞令じゃん別に、その程度。そしたらさ、その日の夜になんか多分急に電話のさ SMS メッセージみたいな、電話番号で出てくるメッセージが来て、でなんか今日面接したものですみたいな、今度ご飯行きませんかって来て、え待って、この電話番号どうやって仕入れたんってなったら、その会社に打ち込んだ入力した情報を見てなわけじゃん。えこれって普通に犯罪だよねって、え犯罪だよね、えなんか普通に個人情報をなんか会社から盗んで自分の携帯で連絡してきてるってことだよねこれと思って、それ以来もうマジクソ、普通にバイトもできねえのかよと思って、まあやらなかったんですけど結果で、その時にエモダのお話があって、確かその後エモダやったかな、そうで、結果さ私結構さナンパとかそういう声かけられても超冷たいのね。なんか昔なんか前はなんかあ大丈夫ですとか言ってたんだけど、なんか言うとそのしつこく追いかけ回される時があって、昔福岡に住んでた時に急になんか、お姉さんさっきペンギンバッグに入れてましたよねって言われて、意味わかんないじゃん、だからえみたいな、入れてないですけどって言っちゃったのね。でそっから、いや入れてるの見ましたよみたいな、なんかペンギンをこうやって折りたたんでバッグに入れてみたいな、えなんかマジで何言ってんのこの人って思って、本当によくわからないと思って、でもそいつめちゃくちゃ追いかけてくるのずっと。でその時たまたま天神駅、西鉄天神駅で、で西鉄福岡駅に行って、そこで声かけられてって、うざっと思って、なんやねんこいつと思って、いや違います、いやいや、みたいな感じで言いながらも、そしたら、なんか多分、いや違いますとか言ってくれるだけで、多分反応してくれるって思われたのか、めっちゃついてくるの。で、この後ご飯ですかみたいな。で、しつこくて、私全然違う予定だったけど、あ、事務所に行くんで、みたいな感じで、たんですよ。そしたら事務所って何って感じで向こうからしたら、でしつこすぎて事務所まで結構徒歩5分ぐらいあって、ちょっと遠いんですよ。いや徒歩、5分かな、5分ちょっととか、ちょっと遠めなんですけど、そこまで追いついてきたからね、やばくない？普通になんか数十秒話してダメだったら普通退くじゃないですか。一生ついてきて、しつこすぎてマジで警察呼びますよ、いや私今から事務所行くんでみたいな感じで、なんかこっちももう腹立ってきて事務所について、そのままバーって事務所行ってマネージャーに話して、えやばすぎなんだけどみたいな、なってちょっと事務所で時間を潰して友達とご飯に行くっていうことがありましたねやばすぎ。あ、眉マスカラはこちらのアディクションのアイブロウマスカラのカラーニュアンス004を使います。色はこんな感じの赤系の色です。本当にそれ以来めっちゃ冷たいんですけど、そうだからいつかなんかファンの方が声かけてきた時にナンパと間違えてめっちゃ冷たくしちゃうんじゃないかって思って、すごいそこだけ不安なんだよね不安要素しつこくて。で一回でもやっぱ友達とかさ、なんか男友達に一回言われたことあるんだよね、お前冷たすぎないみたいな、さすがになんかかわいそうじゃないみたいな言われて、なんかまあ確かにこういうことをさ、なんか態度とかしてるとさ、なんか自意識過剰じゃないけど、お前どんだけ自分のことかわいいと思ってるみたいな、自意識過剰じゃないみたいなこと言われるんですよ、自己防衛すると。だけどマジでなんかもし同じようなこと言われて悩んでる子いたら、マジで自意識過剰なぐらいがいいと思うって言いたい。被害に遭ってからじゃ遅いからね。だって被害に遭ってさ、自分がじゃあその分かんないじゃん、殺されるかもしれないじゃん。
自分が死んじゃったらもう何も言うことできないし、逆に被害に遭って命は別状がなかったとしても心に傷を負ってさ、もう社会復帰できない、あのもう嫌だってなって会社も辞めて仕事も何もかも手につかなった時に、お前はどう責任取ってくれるんだっていう話じゃないですか。だからマジでなんかそういうこと言われても、あの貫いていいと思う、自意識過剰を。それぐらいがちょうどいい、マジで。よく絶対にないでしょってことないから、絶対にないでしょ、ありえないでしょって思うような人からもそういう被害に遭う可能性って絶対あるから、本当に気をつけた方がいいと思う。次、アイシャドウはね、最近ねブラウンメイクにハマってまして、秋なので。そう、目元をちょっとシンプルに、シンプルなんだけどなんかこの色だみたいなアイシャドウが探して見つけ出したっていう、こちらのエトボスのミネラルクラッシーシャドウ1スローベージュです。こちらの左下のエトボスって書いてあるカラーを上下の目の際に塗っていきます。本当にね、あの危険ですよ。だから多分超警戒心が強いタイプ、私は。でも昔からこれにね共感してくれるお姉ちゃんが私にはいるっていう。お姉ちゃんもめちゃくちゃストーカーに遭いやすい気質で、もう高校時代とかかわいそうだったもん。なんかさ、めっちゃ特別さ、めちゃくちゃ美人とかそういうんじゃなくて、やっぱ体質ってあると思うんだよね。なんかすごかった、なんかかわいそうだった。結果的になんかストーカーに脅されて、なんか脅されて別れましたもんね。もうしつくやばすぎて、なんか今日何々公園で何時何分キスしましたよね彼氏とみたいな。かわいそうと思って、ええやんキスぐらいと思って。でなんか家に贈り物届けられてきたりとか、なんかもう明らか同じ高校の同じクラスの人なんですよ。こうなんかシャンプー変えたんだみたいな、怖すぎる、ってことは今日近くにいたってことだよねみたいな、もう誰わからんみたいな感じになって。そうで、その付き合ってる彼と別れてほしいみたいな感じだったんだけど、マジかわいそすぎて。でなんか親の職場とかにも連絡するぞみたいな脅しで、お前の妹は青木中学校だよなみたいな。いや全然中学校に連絡してもらっても私は構わんけどって思ってたけどまあ親の会社とか嫌じゃんさすがに。だからでなんかもうやばすぎて、なんか脅しみたいなのがすごくて、結果的にね別れたんですよね。そのせいでかわいそうだよね。その前もなんか中学校の時もなんかなんだっけ、すごくてなんかストーカーみたいな男の子がいて、なんかお前との子供を作りたいみたいな、なんかメールずっと来てて、怖すぎって2人で言ってたの覚えてる。だから本当に自意識過剰ぐらいがいいんですよ。怖いよ、なんか家にと贈り物届けられるし、マンションのなんか下に気づいたら待ち伏せしてるし、怖い怖い怖いってなっちゃう。私もなんか高校の時ストーカーみたいな子いて、なんか僕のことを忘れないでねって言われた。忘れるわけねえだろ、逆に忘れられねえよと思って、怖すぎ、逃げた私、逃走マジ怖い。こちらのピンクのキラキラの方を目の下、下まぶたの際にキラキラのピンクのキラキラを乗せていきます。だからお姉ちゃんだけはマジで分かってくれる、めっちゃマジ怖いよねって、本当に警戒した方がいいよねって。私とかさ、性格的に超絶大雑把で何でも適当みたいな性格だけど、これだけはもう徹底してる、唯一ちゃんとしてるかもしれない。その当時すごい泣きながらお姉ちゃんが親と喧嘩してるのずっと見てたから、かわいそうだなってずっと思ってたんだよね。こちらの白のラメをなんだっけ、目頭にちょこんと乗っけます。ピンクのラメ上まぶたにも乗っけちゃおう。はい、感じでピンクベージュっぽいメイクです。ビューラー、エクセルのビューラーで上げていきます。本当にね、もうなんかもういっぱい
ありすぎてこの動画で話しきれないぐらいいっぱいある。東京来た時満員電車でさ、ぎゅうぎゅうの中でさ、なんかホストみたいな人に一生ナンパされてさ、マジで不快だった。めっちゃ横の人とかにも見られるしさ、喋りかけんなよと思ってさ、めっちゃ知らないふりしてるのにさ、めちゃくちゃこっち見てさ、え、なんか今日はどこ行かれるんですかとか言われてさ、え、もう何と思って、でそれでとか、なんか結構そのなんだろう、すっごい空いてるのに席が、なんかもう真横にビタ座りしてくるおじさんとかがやばすぎて、あの過敏性腸症候群になったんですよ、ストレスで。電車に乗ったらすぐお腹痛くなって途中下車するっていう事件本当に嫌、電車が本当に嫌いになった。なんか昔はそんな嫌いじゃなかったけど、東京来てますます嫌いになった。被害に遭っていることかっていっぱい意外といると思う。なんか結果的に事故に巻き込まれていないとしても危なかったなみたいな、ヒヤリハットみたいなのは経験してる人いると思うから、本当に気をつけた方がいい。だから、あの、いつか男の方男性の方で街中で声かけるときは、あの、ファンですって言ってください。勘違いしちゃいそうだから。上がったらマスカラもこちらのエトボスのミネラルロングブラッシュマスカラにチョコレートブラウンを使います。こんな感じのブラウンのお色味です。全然関係ない話なんですけど、なんかシミ取りみたいなやつの美容外科みたいなのに昨日行ったんですよ、カウンセリングにね。そしたらなんかすごい、なんか肝斑とシミと ADM っていうあざが3つともとってもいっぱいあって重症なので、なんか1年間かけて毎月なんか最初肝斑の治療していって、半年から1年かけて治して、まあ、それでいいねっていう経過になったら次シミとか ADM の治療に行けるけど、それも1回では消えないから結構通わなくちゃいけなくて、トータル1年ぐらいかかりますって言われて、で最初のその肝斑の治療が月5万かかるって言われたのね。で5万を毎月半年間払って、でそっから途中からシミと ADM の治療も追加でやるってなったら、え、月私10万以上かかるじゃん、それを毎月やれってことってなって、ちょっとまあでもどの道今すぐには無理だったから、あのとりあえずカウンセリングだけで帰ってきたんですけど、えってなって絶望して帰ってきた。え、待って待ってみたいな。周りのみんなはなんか結構そのヘアメイクさんとかでもバチバチってやったよみたいな、でもやっぱ冬の時期に1回やって全然綺麗になったよとか、コメントでも結構さ、1回やって綺麗になるやつありますよとか、まあ、何回か行ったら繰り返したら綺麗になりましたとか、いや1年聞いたことないなと思って、あ、なんかすごい、しかもちょっと半笑いで言われたのね、なんかみたいな、お前の肌汚すぎて無理なんだけどみたいなスタンスで言われて、普通にはと思って、ちょっと、いや、どの道治るとはいえ正しい治療法かもしれないよ、私の肌が、あの、他人に比べて胃潰瘍やばいぐらいのやばいのかもしれないけど、ちょっとその態度気に食わんな思って帰ってきました。どうしたらいい？ちょっと泣きたいんだけど。だから、まあ、なんかそれが正しいかもしれないよ、正しいかもしれないけど、あの、またちょっと違う皮膚科に行こうと思って、ちょっとそこが結構友達が鼻とか整形してるとこだったから、なんかいいよって紹介してもらったとこだったから行ったんだけど、なんかそのちょっと私は鼻で笑われたから、なんか逆にさ、整形とかちゃんとしてるとこって優しそうなイメージあるじゃないですか。私鼻で笑われたんだよね、あの、傷ついて昨日帰ってきました。違う皮膚科に行きたいと思います。この色セルウォークの、これはね、とりあえず調べて字幕は載せておきます。セルウォークのこんな感じのお色味のリップ買いました。じゃん、いい色じゃない？なんかこの全体的にちょっと 目元もそんなに目力強すぎずナチュラルなんだけど、このリップが際立ってて、でちょっと眉毛はしっかり目に描いてます。よき髪の毛を整えてきます。髪の毛をセットしたとはいえ、いつも通りのお団子ヘアなんですけど、こんな感じで完成しました。いかがでしょう。ちょっと前髪を切ったんですよ。
ちょっと増やしたんです。なんで若干、まあ、ワイドバングほどはいかないけど前髪ありスタイルを秋は楽しめそうです。やっぱ夏はあの汗で汗だくになっちゃうからあれなんだけど、秋はやっぱりなんか自分は全くないよりやっぱある方が、てか全くない髪型が本当に似合わなくて、前髪ありがやっぱ一番しっくりくるなって感じなんですけど、こんな感じのブラウンメイク、秋のブラウンメイクです。はい、ということで久しぶりのゲットレディービズミはいかがでしたでしょうか。ぜひまた次の動画も見ていただけると嬉しいです。それでは最後まで見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。